ホンダ CBX、ホンダ CBX1000CBX もしくは CB1000 はホンダ技研工業がかつて製造販売したオートバイである。CBX シリーズは複数の車種が製造されたが単なる CBX 表記では本モデルを意味することが通例である。1978年12月9日に赤坂プリンスホテルで発表された 排気量 1047cc の空冷4ストローク、4バルブ DOHC 直列6気筒エンジンを搭載する北米並びにヨーロッパの量子上向け輸出専用モデルである。同社が製造する本モデル以前の輸出モデルでは北米向けに設計やデザインをしており、ヨーロッパ仕様はハンドル位置、ステップ位置、カラーリングを変えているだけであった。このため日本国内と北米では 大ヒットしたドリーム CB754 もヨーロッパでの販売は伸び悩んでおり危機的状況を打破するためにリン部門の総責任者であった久米忠氏がノルマンディ上陸作戦と称したプロジェクトを立ち上げフラグシップとして開発されたのが本モデルである6気筒エンジンダイヤモンド型フレームに搭載された CB1E 型6気筒エンジンは 燃料供給に2 8 m m 径、c v 型キャブレターを6機装着し最高出力 105PS9000rpm 最大トルク 8.6kgm8000rpm のスペックを誇り最高速度時速 225km0 から 400m 加速11.65秒は当時の世界最速記録である幅を詰める目的から クランクケース両端を切り落とすなどしたほか、ハンドルステップブレーキペダルチェンジペダルには量産車では初となるジュラルミン単像とした。しかし CB750 回900回と共通のフロントサスペンションやダイヤモンドフレームの強度などの問題から本来の開発コンセプトであるスーパースポーツとしてのポテンシャルを発揮できず、一方で CB750 回900回の 大ヒットにより、本モデルは1981年モデルより、フルカウル装備の高速ツアラーへと、大幅なモデルチェンジを実施した。ありがとうございます。